今ってさ YouTube で、まあ、YouTube に限らずだけどネット上でとにかく昔の曲っていうのも全部手に入るじゃない、あの音楽好きな人にとっては。これってすごいことだよね。あの昔ってやっぱりさ、こうその時その時流行ってる曲っていうのがあって、でこう過ぎていったらもうやっぱりそれ昔の曲昔の曲って捨てられていく感じってやっぱりある程度あったわけよ。まあ、その中で当然残るものもあったとしてもさ、大半は捨てられていく感じっていうのがあったんだけど、今ってこう全部まとめてなんかなんて言うんだろうな、状況的に言うとさ、昔は行商の人がなんかこう、はいこの中がこれ今週なんかどうよみたいなね、行商の人がこうやって持ってくる商品の中から選んで買うみたいなさ、なんかそんな感じだったんだけど、もう今はさ、もうあのアメリカのああいう超でっかいスーパーマーケットみたいなところに、もうあれにこうなんかビャーンと並んでて、もう選べないよみたいな状況に音楽があるわけじゃない。で昔ってやっぱり今作るものっていうのはこう他の人が今作ってるものとのなんか勝負だったんだよね、言ってみれば。だからヒットチャートっていうものの意味があったわけでさ、でも今はさ作る側も聞く側が全部商品棚にさ、例えば今の中学生が新しく出たものだけ聞くわけじゃないよね。 YouTube 見てたらたまたまそれこそ例えばさっきのカーペンターズの曲見つけて、あいい曲だなって思うかもしれないし、それはビートルズかもしれないし、何であるか分かんないけれども、昔の音ってやっぱりちょっと音は古臭いなと思うかもしれないけど、曲いい曲だななんていうのはそうやって陳列棚に死ぬほど並んでんだよ、昔の曲でもさ。それと勝負して作んなきゃいけないっていうのはある意味大変だよね、それって。まあだからなんだろう、ヒットチャートとかいうもんがやっぱまあ意味はなさなくていいものになっちゃったよね。まあこれもね、だからサブスクっていうものもいろんな意見があって、自分が作り手として言えばどうよそれって思うところもあるけど、まあこういうのってね致し方ないんだよ本当に。昔から俺は一つの考え方として、俺は音楽を作る人だから、で音楽を作る人なだけだから、それをどういう形で人が聞くかっていうことに関して、要するにハードとかに関してはさ、その時その時の状況でなんかそれはもう俺は受け入れるよ全部っていうつもりではいるんだよね。これ前も言ったかもしれないけどさ、やっぱりレコードっていうものが初めてできた時だって、まあ昔のレコードなんてしかも音悪いしさ、生じゃなきゃダメだろ音楽なんてっていう人多分いっぱいいたと思うんだよ。なんだよこんななんかしょうもねえ音でこんな音楽なんか聞かせてダメだろっていう人も多分いっぱいいたと思うんだけどさ、でもやっぱりレコードっていうものができることで初めて音楽ってこう、それまではその場だけしか体験できなかった、それが家庭に届くっていうものすごい画期的なことが起きたわけじゃない。やっぱりそれはさ、流れって止めらんないことだからしょうがねえよなって思うんだよな。コメント欄に
問なり、なんかこんなことやってくれでも、なんかそういうことをね、ガンガン書き込んでもらえると嬉しいなと思ってます。意外に見てるけどチャンネル登録してないっていう人いるでしょ。せっかくだからチャンネル登録してください。よろしくね。それじゃあ。